你好。はい、台湾でね、一生懸命ギターを練習してる皆さん、頑張ってますか？さあ皆さんにね、まあギター上手くなろうと練習日々してると思います。はい、ここで、アドバイスですけれども、まあね、当然ギターたくさん練習するのがいいに決まってるんですけれども、このねギターっていうのはねやっぱり音楽ですから。音を出して表現をしてるんですね。ですのでギターを練習するのをその目標ですね、どこに行くか、その目標としてやっぱりですね、自分のね健康も一番ですし、ね、先ほどまあ体をね鍛えるっていうのも必要だし、栄養を取る大事です。そんな大事ですけれどもね、皆さんたくさんの音楽を聴いたり映画を見たり本を読んだり、感情をね、すごくね感受性豊かにするってことも大事です。答え、友達とも遊ぶのも大事ですね。恋愛するのもいいですね。そういう中で、いい音楽が、ね、生まれてくるし、いい音楽を演奏する皆さんの技術も身につけたね。そういうことを考えながらですね、心の栄養も大事だ。そしてそういう皆さんが、ね、この世に生まれたっていうのもお父さんお母さんのおかげですよ。お父さんお母さんいなかったら生まれてないんですよ。これもね、だからね、お母さん先祖をね大切にしましょう。感謝して、その中で皆さん思う存分ギター練習していけば上手くなるでしょう。僕を目指してみんなも頑張ってくれ。じゃあ